はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年4月9日13時2分20秒。りょうさん。吉谷社長に聞いてみたいこと。24歳妻小持ちサラリーマンです。若い。えー、学生時代からインターネットビジネスに興味がありましたが、何も行動せずに来ました。子供は生まれて月2万のお小遣い制になり、これはやばいと思い行動を起こそうと思いました。先月、インターネットビジネスのセミナーに初めて参加し、概要だけ聞き自己アフリエイトになりました。自己アフリエイトのような一時的ではなく、影響的に収入を目指し、よろしくお願いします。なるほど。 すごいですね。学生からインターネットビジネスに興味があったと。若いな。なるほどね。24歳でお小遣い2万か。きついな。1ヶ月働いてお小遣い2万きついですね。<laughs> まあそんなもんですよね。確かに。そんなもんですよ。うん。まあ今、自己アフリートは知ってるということなので、あのー、これね、ぜひですね、あのネットビジネス頑張ってやってほしいんですけど、 あのこれやれば稼げるんですよ。ただここのもうアンケートでも書いてある通り興味がありましたが何も行動できずにいました行動せずに来ましたそれがもう全てなんですよ。今後も興味はある興味はあるから自己アフリエイトを習ったけど多分行動今後できるかできないかっていうのが非常に重要なポイントです。 で、多分仕事も忙しいと思いますから、これね、うん、やれば稼げます。で、永久的な収入を目指しますっていうこと書いてある。よろしくお願いしますっていうことで書いてあるんですけど、永久的にお金を稼ぎたいんだったらやることは一つです。永久的にお金を稼ぎ続けたいんだったらやることはたった一つです。ネットビジネスで。やることは、えー、なんだ、リストを集める。えー、顧客リストを集める終了です。顧客リストを集めて顧客リストに対して、 えー、情報を流す信頼を築くこれだけですだからどこの、えー、広告をお金をかけて新規の顧客を獲得するのかもしくは無料の SNS を使ってアクセス集めて顧客を獲得するのか、まあ、それはどっちでもいいんですけれどもまず、えー、新ビジネスをやる上で重要な上で新規のお客さんですね新規のお客さんを獲得するでこの新規のお客さんはネットビジネスで言うならメールアドレス、まあ、最近は LINE アットも出てきてますけどメールアドレスでいいです はい、ラインアットでもいいですよ。どっちでもいいんですけど、顧客の情報を手に入れるということです。で、それに対して、えー、情報を発信して、信頼を結んで、それで商品を買ってもらえるようにするということですね。やることはだからシンプルです。顧客リストを獲得して、まあ、メール、情報を発信して、えー、信頼を得て商品を買ってもらう。ただそれを繰り返すだけです。 それを繰り返すだけで1億以上9年間稼いでる川島さんっていう人がいます。はい、川島さんっていう人はもう9年8年ずっと1億なのかないや ?5 年ぐらいか。ネットビジネス始めた時はあれですからね。僕は川島さんずっと昔から知ってますけど、川島さんやってることはあのずっとメールを流してるだけです。で、リストをどうやって獲得するかっていうのを考えてやってます。はい だから今その自分で商品売ってもいいんですけどアフリエイトもありますから川島さんなんかこの前のキャンペーンで1メール1なんだ1回メール配信して1000万って言ってましたね1回メール配信しただけで1000万上がったみたいなのを言ってたんですけどでもそれって顧客リスト集めてでそこに対して情報を毎日配信してまあそのブランディングしてたっていうことですよねうんだそれをずっとやってるだけなんですよ もうずっっとやってるだけですすそれをひたすら,だからこれが半永久的に稼げるまあどのビジネスでも一緒ですけどねどのビジネスでも新規のお客さんを獲得して商品を売るっていうことなんですよやってることは本質はでこれインターネットビジネスだとメールアドレス LINE アットみたいになってきますけどそれに対して自分の商品を売るのかもしくは、えー、アフリエイトするのかっていうだけですね これをやってください。これやれば永久的に稼ぎ続けます。時代が流れても絶対に稼げる方法です。はい。で、じゃあ具体的にどうやるのかっていうのは、まあ、このアンケートを答えてくれた特典で僕多分いろいろ言ってると思うんで,すので、それで勉強していただければいいのかなと思います。はい。えー、アンケートありがとうございました。